立ち飲みのイメージ立ち飲みとは、立ったまま飲み物を飲むこと。一般的に酒を立って飲むことを指す。ここでは客が立ったまま飲食する店、立ち飲み屋について記す。酒屋の店頭で小銭を支払い、その場で立ったまま酒を飲む行為は、日本では江戸時代から一般的に行われていた。太平洋戦争時の1943年に種類が配給制になると、 立ち飲みは一時消滅した。しかし戦後、闇市などで一部非合法に復活。1949年の種類販売自由化によって、立ち飲み屋は合法的に再開した。その後、立ち飲みは1960年代にピークを迎え、高度成長期になるとスれた。近年、昭和へのレトロ趣味、アンテナショップを兼ねた、営業戦略的な新規開業、また、 長引く不況の中でも安価に利用できる飲食店として利用者数や店舗数が増加している。代表的な立ち飲みの店は酒の小売店としての酒屋に併設された立ち飲みスペースのことである。酒とおつまみなどを購入し店の一角やレジカウンターの隅を借りる形で店で買った酒やつまみを飲食する。飲食店ではないので店側は サービスできないのが基本であり、椅子を出せないので、立ち飲みとなる。なお、客が勝手に店内のビールケースなどを持ってきて、小雑誌を座布団代わりに座る場合もある。かつての酒屋併設型の立ち飲み屋は、酒屋の入り口とは別に設けられた。これは、料理や酒を同一店内で提供しないことで、許認可が必要となる飲食店の形態を取らない、ための工夫である。 主に大都市の土屋街や繁華街、公営競技場周辺などに見られ、顧客は日雇いの肉体労働者が多かった。このような立ち飲み屋は1960年代にピークを迎え、単純肉体労働者の激減と思考変化により、減少の一途をたどった。酒屋で立ち飲みすることを、四角いマスの角に口をつけて飲むことから、角打ちと呼ぶことがある。のような背景から、 津の内は、工場、炭鉱、港湾が多かった北九州地域に多く、津の内という言葉の発祥地であるという説もある。東北地方では、もっきり、鳥取県から島根県の東部にかけては、立球と呼ばれている。立ったまま、キューッとやることが語源と言われる。その数は、昨今めっきり減ったとされているが、発祥の地とされている。 北九州市では、その文化が今でも脈々と続いており、角打ちができる酒屋が150軒近く残っている。一方で、エビス界隈などでは、女性が一人で入れるおしゃれな店が前、多国籍の客で賑わう空間など、従来の角打ちとはイメージが変わった新しいタイプの立ち飲み屋が人気である。いわゆる、スタンド居酒屋とか、立ち飲み屋と呼ばれる店である。 多くは大都市のガード下などに分布しており、場所によっては駅の構内にも作られている。店の構造は効率的に利用するための使い方を前提としており、基本的にはカウンターと厨房のみの店舗形態である。店によっては壁にもカウンターを設けていたり、簡単なテーブルや椅子が設置されていたりする場合もある。客はカウンターで注文を取り、その場で飲食する。 代金を商品と交換にその場で支払う、キャッシュオンデリバリーが多いが、あらかじめ食券を買っておいてそれと交換する店舗や、普通の居酒屋と同じで、伝票に控えておいて最後に支払いをする店舗もあるなど、様々である。飲み物は、ビールと、急に九酒、ウイスキー、焼酎などがある。最近は、酒の品揃えに力を入れているところも出てきている。つまみは、 おでんや焼き物、乾き物、冷ややっこなどの簡単なものが多いが、最近では結構手間をかけたものを置いているところもある。顧客は会社帰りのサラリーマンやほとんどが、ちょっといっぱい引っ掛けて、的な利用者が多く、客の回転も早い。店も、薄利多売のところが多く、値段も安い。2013年現在では、女性も気軽に入れるように工夫された店もあり、 酒の種類やつまみも種々揃えるようになってきた。さらに、用紙たちのみも増えてきた。大阪では、店内スペースの効率化のために、客に半身の姿勢をとって、できるだけ詰めて飲食するよう店から要請される。居並ぶ客が揃って半身に構えるスタイルを、ダークダックスと呼び、愛好者同士で愛用し合う。実質的な店舗を持たず特定の場所に小さな屋台を置き、 鉄板などでホルモンなどを焼く、立ち飲みスタイル。大阪府西成区にある一部の立ち飲み屋台では、行列ができるほどの人気店がある。数字の11が立ち飲みする人の姿に似ていることから、11月11日が立ち飲みの日として、日本記念日協会に登録されている。ありがとうございます。